おはようございます。ティダと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、今一応持ってる攻略本っていうのはビクトリーの攻略本なんです。その一つ前であるモンスターバトルロードレジェンドのウルトラアルティメットガイドというものを買いました。おお、よく売ってたな、本当に。しかもさ、シールも無事なんだよね。いや、シールも無事だったから、ちょっとすげえテンション上がるんだよな、これ。でね、まあいろいろね、もちろん、ビクトリーのやつと書いてることは似てるんだけど、例えば、なんか、グレートドラキーの解説があったりとか、ちょっとね、ワンポイントアドバイスみたいなのがさ、書いてあるんだよね。そういうのを見るとね、やっぱ攻略もいいな、こういうの。ただ一つだけね、今日の動画のコンセプトになったんですけど、間違ったこと書いてる気がするんだよな。本日の主人公の装備は、何だっていいです。今回はソウルでさえあれば何でもいいです。というわけで、アサシンダガーを持ったね、ソウルがやってまいりました。いいんです。お供がナイトウィッチデントサウルスなんですよ。これどういうことかというと、2体ともソウルと相性がないです。フェードアウトします、この後。レジェンドの攻略本に書いてあったんですけど、おすすめチームに、ソウルとナイトウィッチデントサウルスが乗ってるんすよ。どういうことっすかね。だから、他にも、戦士にギガンテス組み合わせるとか、相性が発動してないんですよね。そう。相性が発動していないチームが何個かあるんですよ。この攻略本は。だから、どういうことなんだと。まあ、確かに、ナイトウィッチデンタソースは強いモンスターである。ということは、僕の理論で言うと、相性がなかっても、別にこいつら強いんだからいけるじゃねえかと。だから何にでもリッチと何、言った何にでもリッチですよね。モンハンで言う。モンハンで言う何にでもこれに持っていけばいいやろみたいな。ナイトウィッチとデンタサウルスがいれば、職業相性なんて関係なく、もうポンポンと勝っていけるんじゃないかというね、甘い考えでいきたいと思います。職業相性が発生しないことのさ、弊害って大きいはずなんだよな、普通は。さあ、そんな中ね、単品で、もう、ここで戦ってる。相性とかなし。ここで戦ってるからね、こいつら。たまにはデスストライクとか振っちゃう？せっかくアサシンダガー持ってるんだし、ドルクマよりはね、見たいでしょ、デスストライクを。まあ確かにモンスターのスペックがすっげえ高いんだけどな、ね。一体な。スペックはものすごいけど、いや、でもさ、職業相性ってものをペイしてまでさ、ナイトリッチたちで組む必要性あんのかな。さあ、来ました。アサシンダガー、デスストライクでございます。暗殺の技、デスストライク、ゴー！普通。普通だなぁ。イエーイ！さあ、暗雲がちょっと立ち込めてまいりました。相性ちゃんと組めようと。そんなこと言ったらお前らだってブーメランだろう、この野郎は。おい、ブーメランだぞ、モモンジャたちも、おめえも。ここでね、まさに、デンタックル行くぜ、まあ確かに強いかもしれんな。うん。アサシンだが、そのものもなかなか面白い能力があって、まあ、麻痺とか毒とか。なんで、両脇のデンタとナイトウィッチに頑張ってもらいながら、アサシンダガーのいいところを見せていこうと、いう動画になっております。まあ、ドルクマ選んだんですけどね。負けるわけにいかないんで、ちょっとドルクマ打ちましたけど、ここ。ドルクマ！はい！僧侶の賢さが99だと、やっぱご利用しが効くね。構えなし！シュン !1! 大丈夫。大丈夫。でも、ナイトウィッチとデンタサウルスさ、確かにさ、個々のスペックが高くてね、みんな使ってた。本当に。で、それこそ本当に、何にでも、だから相性度外視で、ナイトウィッチ、デンタサウルスが、まあ、モンマスやったら組まれるな。
ったら、主人公と共に組むことはね、めったない気がするんだよね。せめて、職業相性が発動してる、絶対。今回、あ、マヒタ。おー、これがデンタックルの強いところですよ。これがデンタザウルスの強いところであり、恐ろしいところではあるんだけどさ、お前たち順調だな、ゾンガエ。お前たち、お、ゾンガエ順調だな。え、そのままでいいのか、こんなんでいいのか、何にでもデンタリッチ。暗殺の技、デスストライク。いざ、暗闇を引き裂き。はい、わー、来たー、これは完璧に。来ましたね、デスストライクの即死効果。完璧すぎる。そう、コンセプトは簡単ですよ。横の硬い僧侶っていうのは、あのアサシンダガーっていうのは僧侶しか持てません。賢者持てないです。賢者も持てない、魔法使いも持てない。なので僧侶でアサシンダガーを持つことしかできないんですけど、その中で来ましたね、まさかの即死効果。まさか成功するとは思わなかったけどな、一応がね。でも理にかなってるかもしんないよ。硬い2体のね、に囲まれて、暗殺の技を繰り出すための、アサシンダガーを紹介するための動画としてはバッチリだ。こんな、この筋書きでいいのか？おっと、これは続かないぞ、この動画。この動画は続かない。何しに来たよく、黒バラの騎士悲しいことになるやつじゃん。毎回毎回レオコーンって強い合体モンスターのはずなのにさ、俺のチャンネルで扱い散々なんだよな。まあ、ヒルシなんかさ、止まるし、死ぬし。なんなの君は、何のために出てきてんの毎回。というわけで、大魔王召喚カードをね、使ったわけですけども、因縁があるんですよ。ナイトリッチっちゅうのは、毎回毎回因縁があります。そう、ナイトリッチが圧倒的に有利な相手。そのはずなのになぜかよく負けるんですよね。なぜでしょうかね。さあ、ナイトリッチからしたら因縁の対決です。暗黒神ラプソン。さあ、理にかなうかどうか。ただ、アサシンダガーが足引っ張ってる気がするんだよな、どう見ても。デストレイクで、ちょっと高打点期待するしかないな、毒とか。主人公が、あんまりにも何もできないんじゃないか、これ。あくまでさ、あ、これは対人用のパーティーだったからな。大魔王に強すんのか、デストレイクって。はい。火力大丈夫か？これ、デンタはさ、素の火力そんなないし、ナイトメアソードは軽減されるし、あ、ドルモアは大丈夫かな。ドルモアは僧侶とナイトイッチ伝達させ、誰でももう、まあ、経験してくれるんで、そんなに食らわないと思いますよ。はい、せーの、ドン、53。なんだよ、53って。まあ、だって、90% カットだからな。90% カットはやべえな、そう考えると。まだ行こうか。硬さに関してはね、やっぱ、なんか、相性ないのにさ、相性でいくせにさ、硬すぎんの生意気なんだけど。デスストライク、ステイ !OK!144! いやー、でも144ってことは、ドルコの方がいいか？で、暗黒神にさ、ドルコをぶち込む。おっと、いいね！それすごくいい。次のターンつばぜりしたいから、それはすごくいいね。それいいね。OK、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 OK。デンタが行って、まあ、白目はなんとかなりそうだな。赤目がやばいか？赤目がちょっと攻撃技的にやばいけど。ナイトリッチからしたら因縁。さあ、ここ大事です。ここで負けると色々と崩壊します。ちょっとそれだけは勘弁やね。それだけは勘弁。OK！ まあ十分でしょう。ここまで止めれれば。ラプソンの強いつばぜで行かなければ大丈夫。いける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 、信じろ、いけるって。何にでもデンタリッチ、何にでもデンタ、オッケー。あとは耐えればリーサルですよ。耐えてリーサル決めましょう、そのまま。ただちょっととどめモーダーが、
あまりにも足りてない気がするけど。とどめボーダーが遠いな。あ、オッケーオッケー。よく電卓で選んだね。とどめボーダーが遠いな。一発かますか。ギガデイン。一発ギガデインかましますね。5ターン目まで伸ばしたくないんですよ。まあ、理由はもう、いつもことです。ナイトウィッチたちも浴びたあれです。うん。まだ4ターン目なんで、ここは余裕あります。このターンにちょっとでも削ってくれれば OK だよ。暗殺技、デスストライク、いけー、はーい、外れた。あー、それやばいね、魂。OK、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 全員外しなんでかい。こらーやばいやばいやばい。やばいやばいやばい。65とか、カスみてえなダメージ与えやがって、気合いため、もう気合いを食べる、うわーもう、君たちは何？全然答えてくれないね。まあいいでしょう、なんとかなるなる。なぜここでとどめを打つかっていうと、5ターン目に波動があるんですよね、こいつ。あー、波動じゃなかったけどな、まあ。メゾーマに行ったか。そう、5ターン目の波動を食らっちゃうと、もうどうしようもなくなっちゃうんで、安定した勝ち筋を得るにはね、この方がいい。大丈夫、耐える。全然耐えれる。一気に押し切りましょう。ここで押し切れなかったら、お前ら火力がゴミすぎるぞ。まあ、対人専用のパーティーではあるがな。さあ、暗黒神にドルクマンをぶち込みます。せい！すさまじいほど弱えな。いい制御だし。まあ、耐えますね。デンタリッチ舐めないで。デンタリッチはもうとにかく硬いのよ。硬った。ガードしてるし。さあ、ここで決めれるか。ナイトメアソード。ここで決めないとちょっときついよ。OK! はい、OK! OK! 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 これは火力不足が心配だけど。相性が発動してねえのにさ、無類の傘さ、こんな。何にでも本当に使えんな。さあ、動画でも生放送でも苦戦してきた、赤目ラプソーンでございます。必勝パターンとなるのか。必勝ではなくなる、絶対。怪しいのは、火力。火力なさすぎ。このパーティーは。耐久に曲振りしすぎて、火力どっかに置いてきてる。デスストライクがなぁ、いい感じに決まってくれればいいんだけど、大魔王相手のデスストライクはマジで決まらんのよ。219、よし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 、そんだけで十分だ。あ、え、やっぱそれ。え、デンタやばい、ナイトイッチやばいね、それ。あ、やべ。うわ、それもやばい。キューメタリやがって。お、メタリやがってよ、お前。右も左もデンタ、デンタリッチだからってさ、輝く息なんぞ持ち寄ってな。綺麗に2台弱点なんだよ。さあ、問題は、まだいいか。まだいいな。耐久がちょっと、耐久すら怪しくなってきたな、輝く息のせいで。まあ、ここにドルモアは引きたいところだな、やるとしたら。さあ、デスストライク！はい！オッケー、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 オッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。外しじゃなければ何とでもなる。とどめボーダー持ってくことがかなり厳しい相手だから、うん、ほん、うん、デンタが火力ないし、主人公は追っておらんようなもんやから、一番火力出してんのはこの内藤なんだよな、もはや。内藤が一番火力出してんのが、流星群、やばいぞ、これ。ちょっとやばいな。打撃ガード。よし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 。さあ、ここだ。奇跡も魔法もあるんだよ。ここのつばぜり勝つは絶対条件ですね、もはや。いやーん。緊張するわ。大丈夫だよ。いけるいける。さあ。OK! まあまあ、十分でしょう。十分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 。いけー、見てるみんなが力をくれる、私が勝つ、よし、とりあえず超えたね、佳境は超えた。
あとは、とどめボーダーに乗せれるかどうか。いやー、あと2000近くあるんだけど。うわー、ドルマ撃った、こいつ。おい、かわいいじゃねえか。86。きつすぎる。とどめボーダー乗せるのがきつすぎるって、お前ら。このターンは波動かドルモア？波動ですね。5ターン目まで伸ばすか、怖いけど。5ターン目まで伸ばしましょうか。流星群でも耐えるからワンチャン貯めてもいいんだけどね。そもそも多分たまんないんだよね、勇気が。さあ、デスストライク、シューシューショイ。はい。ナイトメアソード打って、いや、これ怪しいな。これ勇気たまんないよね、多分。勇気たまればワンチャンあるんだよ、逆に。たまってない。ネビラ。さあ、このターンにとどめ圏内でまず乗せないといけません。まずとどめ圏内に乗せるというとんでもない大仕事が待っています。あと700。気合を貯める。うわ、行くぜ。うわ、まだだ。あ、いいね、デスストライク。お前、希望見せてくれ。いけいけ。ああ、無理だ、無理だ。最終奥義があれば勝ってるが、そんなものはない。わあ、惜しい、惜しいまで行くってすげえな。いやー、惜しい、マジで惜しい。これもうワンチャンあったって。255なら何にでもデンタリッチ割とありだぞ。あら、おと、相手の攻撃、頑張れ、無理だ。何にでもデンタリッチね、あれだな、割とありだな、これ。